はい、皆さんこんにちは、こんばんは、旅好きライダーです。今回もご視聴ありがとうございます。はい、間違いなく旅好きライダーチャンネルですよ。まあ、たまに作る、ガンプラをね、室内なのでちょっと出してみました。まあ大してうまくはないんですけども、はい。それではですね、なぜ今回は、このような始まりかと言いますと、じゃーん、これですね。これがですね、旅好きマップなんです。はい、この旅好きマップというのはですね、自分が走った道をですね、ペンでなぞってですね、あ、こういうところ走ったなと思い出に浸ったりとか、次はどこに行こうかと、目標を立てるために、このようにですね、ラインを引いて、楽しんでおります。北は北海道からですね、ずずずっと南に降りて、鹿児島まで走っております。オープニング動画でもね、紹介しますけども、あとは走っていないのはここの沖縄なんです。ちょっとね、いろいろ、チャンスはうかがってるんですけども、ここはまだ走っていない感じです。はい、拠点となったのはこの関西なんですよね。大阪から始まってですね、そこから中国地方、四国、九州と走ってですね、それから神奈川に勤務地を変えてからは北陸、東北、北海道というような感じで、走ってきました。そしてですね、今は四国に、住まいを移しておるので、今まで走れなかったところとかをいろいろ開拓して楽しんでいます。で、このね、額縁のバイクなんですけども、まあバイク仲間から、いただきました。このバイクの、絵なんですけどね、非常にね、綺麗に描いていただいてですね、満足してるんですけども、私のバイク歴なんですけども、最初がですね、ホーネット乗って、その後 CB400 スーパーボルドール、 CB1300 スーパーボルドールの05、そしてもう一度 CB1300 スーパーボルドールの08で、今のアフリカツインとなります。そういった感じでですね、楽しんでおります。オフロードもですね、神奈川に行ってからですね、この初めて XR を乗り始めてですね、で、まあいろいろあってね、バイクを、乗り換えて今の WR となっております。で、動画をね、始めたのがですね、この神奈川にいる時でですね、で、そこから、四国で今拠点を移していろいろやってますけども、それまでの動画というのはね、もう全然残してないんですけども、まあ、一部、北海道ツーリングのね、写真で撮った、画像が残っておりますので、それをまあスライドショーみたいな感じで皆さんに楽しんでいただけたらなと思いますので、ちょっとこれで動画を作ってみます。で、あとね、キャンプの方もですね、静岡のふもとっぱから山梨の椿荘、道志の森などいろいろキャンプもしておりまして、で、今は、四国に拠点を移して各地キャンプをさせて楽しんでいるので、まあ、そういった特集も今後やっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。